今日はアドベントの第2週でアドベントクランチのろうそく2本目に火が灯っております。一つ増えるごとにクリスマスが近づいてくる主の訪れを待ち望む時節であります。まあ、時期的には1年で一番忙しい時ですから、まあ年末に向かってですね、いろいろと忙しいことも増えてくるわけですけれども、まあ、私たちは心を鎮めて、こうして、まあ、神様を礼拝する時が与えられているということは、大変素晴らしいことじゃないでしょうかね。それでは今日もですね、この恐れるなというお話をしたいと思います。先週からこの恐れるなという話をしておりますけれども、実はこのクリスマスのストーリー、マタイによる福音書とルカによる福音書のほんの一部にしか書かれておりませんけれども、そこには天使が登場するんですね。まあ、聖書に他のところにも天使は登場しますけれども、このクリスマスのお話の時に一番天使は忙しかったようでありまして、このクリスマス、まあ、イエス・キリストの誕生に関わる重要な役割を果たしている人たちのところに現れて、そこでまあメッセージを伝えたわけです。まあ、天使というのはまさにこの神のお告げを伝えるという役割をしていたようですけれども、その時にですね、必ず言った言葉があるんですね。それがこの恐れるなという言葉であるという、先週はヨセフのところに現れた天使の話をいたしました。いいなずけの女性が身重になっているというですね、まあ、男にとりましてはこれほど屈辱的なショッキングな出来事はなかったと思いますけれども、どうしようかなと思い巡らしておりました時に天使が現れて、恐れるなヨセフ、彼女を迎え入れなさい、彼女のうちに宿っている子供は神様の霊が与えたものである、その子は約束された救い主であると思ってですね、彼を励まして、マリアを迎え入れさせたという、そういうことでありました。で、今日お話しいたしますのはイエス・キリストの道備えをいたしました後にですね、このバプテスマのヨハネのお父さんとなったザカリアのところに、天使が現れて恐れるなと言ったそのお話であります。そしてその次にはイエスの母となったマリアのところに天使が現れた時にも、やはり恐れるなマリアですね、語りました。そして、クリスマスの日曜日には、羊飼いたちのところに、現れた、まあ、天の軍勢ですけども、こちらは天使というよりもですね、が恐れるなと言って、彼らをベツレヘムの馬小屋に導いたという、そういう、まあ、お話なんですけれども、なぜこのクリスマスの、まあ、イエス・キリストの誕生の時にですね、天使がその特別な、まあ、役割を果たしたところに使わされて、そして恐れるなと語ったかっていうのが、これ私にとって大きな疑問なんですね。疑問というか引っかかってるというか、まあ、わざわざ天使が行かんでもいいじゃないかっていうこともあるし、あるいは行ったのになんでみんな同じように恐れるなと言ったのかっていうことですよね。これ不思議だと思いました。まあ、もちろんその目の前に見たことのない人が現れてるわけですから、それは誰でも怖いのは当たり前ですけれども、どうもそういうことだけではないみたいなんですね。で、いろいろ考え巡らしてみますと、おそらくこの神様は、神はその一人子をこの地上にお使わしになる、その目的の一つにですね、神の目からご覧になってこの地上にいる私たちが何かとても恐れている、あるいは恐れに支配されているというふうに神の目には映っているんじゃないか、だからそんな私たちを恐れから解放するために神は一人子をお与えになるのであるし、またその大切な役割をする人たちに特にですね、これはまあ大きな神の技ですから、これに関わるということにはやはり彼ら一人一人に特別な信仰が必要になるわけですよね。ただただじっとしていればキリストが生まれたわけではありません。ヨセフがあり、マリアがあり、ザカリアがあり、エリサベトがあり、また
博士たちや市議会たちが、彼らが彼なりの役割を果たしてこその、やはりメシアの誕生であったわけです。この神の大きな技を、に関わっていくために、彼らが囚われている恐れを解放する必要があったんじゃないか。そういうふうに考えたわけですね。それはまた、当然私たちに対する神からのメッセージであろうと思うんです。で、私たちは、自分が何かに恐れている、何か恐れに囚われているんじゃないかということは、分かっている部分もあるし、また分かっていない部分も大いにあるんですね。で、今日はこのザカリアの話でありますけれども、彼は自分が何に恐れているか、実はあまりよく知らなかった。でも、この、バプテスマのヨハネの父となるにあたって、彼はその恐れから解放されなければならないということが、この天使のメッセージを通して彼に伝えられたということをお話ししたいと思うんですが、今日もこのパワーポイントはありませんので、ぜひ皆さん聖書を開きいただきたいと思いますけれども、ルカによる福音書の1章の5節から25節をお読みしたいと思います。聖書をお持ちでない方はどうぞお聞きください。あるいは字が小さくて見えにくいという方も、聞いていただければいいと思いますけれども、聖書の難点は字の小さいことですね。最近私も感じるようになってきました。お、そうかって皆さんなんか顔が明るくなりましたね。そうか、広志牧師も老眼かなんてですね。この字は読めるけど、この字はなんていうのがですね、だんだん境目がね、だんだんポイント数が上がってきましたね。頑張ってでも無理して小さい字を読もうとしてるんですけれども、ね、無理すると頭が痛くなるし、なかなか大変なんですが、まだこの聖書の字は読めるんですけれども、ルカによる福音書の1章の5節からお読みいたします。ユダヤの王ヘロデの時代、アビア組の祭司にザカリアという人がいた。その妻はアロン家の娘の一人で、名をエリサベトと言った。二人とも神の前に正しい人で、主の掟と定めをすべて守り、非の打ち所がなかった。しかしエリサベトは不妊の女だったので、彼らには子供がなく、二人ともすでに年を取っていた。さてザカリアは自分の組が当番で、神の御前で祭司の務めをしていたとき、祭司職のしきたりによってくじを引いたところ、主の聖所に入って香を焚くことになった。香を焚いている間、大勢の民衆が皆外で祈っていた。すると主の天使が現れ、香壇の右に立った。ザカリアはそれを見て不安になり、恐怖の念に襲われた。天使は言った。恐れることはない。ザカリア、あなたの願いは聞き入れられた。あなたの妻エリサベトは男の子を産む。その子をヨハネと名付けなさい。その子はあなたにとって喜びとなり、楽しみとなる。多くの人もその誕生を喜ぶ。彼は主の御前に偉大な人になり、葡萄酒や強い酒を飲まず、すでに母の胎にいる時から聖霊に満たされていて、イスラエルの多くの子らをその神である主のもとに立ち返らせる。彼はエリアの霊と力で主に先立っていき、父の心を子に向けさせ、逆らう者に正しい人の分別を持たせて、準備のできた民を主のために用意する。そこでザカリアは天使に言った。何によって私はそれを知ることができるでしょうか。私は老人ですし、妻も年を取っています。天使は答えた。私はガブリエル、神の前に立つ者、あなたに話しかけて、この喜ばしい知らせを伝えるために使わされたのである。あなたは口が聞けなくなり、このことの起こる日まで話すことができなくなる。時が来れば実現する私の言葉を信じなかったからである。民衆はザカリアを待っていた。そして彼が聖女で手間取るのを不思議に思っていた。ザカリアはやっと出てきたけれども話すことができなかった。そこで人々は彼が聖女で幻を見たのだと悟った。ザカリアは身振りで示すだけで口が聞かないままだった。やがて勤めの期間が終わって自分の家に帰った。その後妻エリサベトは身ごもって5ヶ月の間身を隠していた。そしてこう言った。主は今こそこうして私に目を留め、人々の間から私の恥を取り去ってくださいました。以上であります。クリスマスの旅に読まれるお話ですので、皆さんも大体のことはお分かりだと思いますけれども、このザカリアという方は祭司でありました。祭司というのは、イスラエルの神殿ですね。今は神殿がありません。
今神殿が建つべきところにイスラムのモスクが建っているので、ユダヤ人は神殿がないので神殿の方を見てお祈りをする。そこが嘆きの壁、西の壁と言われているところなんですけれども、まあ、この当時は神殿がありまして、そして、祭司たちがですね、その神殿でいろんな、まあ、お勤めをしたわけです。しかしこの時代にも祭司の子孫はたくさんおりましてね、何百人あるいは何千人いたんじゃないかと言われています。そして、まあ、そんなにたくさんいるので、もう同じ人がお勤めをすることはできないわけです。ですから組に分かれていて、まあ、このザカリアはアビア組にという組に入っていて、で、その組の者がある一定期間、まあ、一月なのか、どれぐらいか分かりませんけれども、その神殿でお勤めをするわけです。そして、お勤めをするときには、その神殿にいろんな仕事があるんですね。生贄を捧げる、また灰を片付ける人であったり、裁く人であったり、あるいは神殿の中で、このザカリアのように、こう、炊く係であったり、パンを取り替える係であったり、お掃除をする係であったりしたわけです。それをくじで決めてたんですね。で、ザカリアは、その当番になりましたときに、くじを引いたところが、なんとですね、この、光沢係。この光沢係というのは、祭司の神殿のお勤めの中で、最もこれは、なんて言いましょうかね、まあ、素晴らしい、名誉あるお勤めだったんです。聖女というですね、神殿のもう一番清いところ、そこに入れるのは、もうたった一人だけだったんです。そこに入って、そこにこの食台があったんですね。まあこんな、なんか、まあろうそくではありませんけど、油ですけれども、油をこう、7つのですね、メノラーというですね、こう枝になっている。そこに油を足して、ずっとその火が燃えてるわけです。で、そこに入って、この油を足したり、火をつけたりしてですね、この整えている、そういう一番名誉ある職につけたわけですね。で、こういうことができるのは、非常にこれは、まあ、珍しいことであったと言われてるんですね。ですから、まあ、今で言えば、宝くじに大当たりしたようなですね、さっきもそんな話がありましたけれども、3億円当たるようなですね、それぐらいの、これは、大変な。で、そもそもこういう聖女に入ることができるのは、アロンっていうその祭司の子孫だけですから、一般人絶対入れません。でしかもそのお勤めをする人の中でも聖女に入れるのは、そのたまたま回ってきた組の中でも選ばれた人だけ。だから本当にこれは彼にとっては、大変嬉しいお勤めだったと思います。しかしまた非常に緊張するって思うんですね。聖女の中に入って何か失敗をしてしまったら、何か壊してしまったりですね、油をこぼしてしまったら、神様から罰が当たるんじゃないかというような、おそらく緊張に打ち震えて彼は聖女に入っていったと思うんです。そして、こう焚いている間、大勢の人はみんな外でお祈りをしてですね、どうぞザカリアが失敗をしませんようにということじゃないんですけども、この光沢というのはですね、この間神様に、この神様に祈りが光とともにこう立ち上っていく。だからみんなも一緒に祈るんですね。ああ、どうぞ神様は私の祈りが神様に届きますように、中に入っている祭司が失敗をいたしませんよ、そう祈っていた。ザカリアも一生懸命やっておりましたときに、なんとこの講壇の右にですね、天使が立ったんですね。これはザカリアにとってどうでしょうかね。なんか自分はまずいことやってしまったんじゃないか、これは神様の罰が下るんじゃないかというような、多分きっとそんな思いだったんじゃないでしょうかね。あ、何かいい知らせがあるんじゃないか、なかなか思いませんから人間はそういう時に。で、彼も不安になり恐怖の念に襲われたと書いてるんですね。不安になり恐怖の念に襲われた。うわ、これは大変なこと。突然学校の先生に呼びつけられたの。なんか大体学校の先生に呼びつけられる時っていうのは怒られるんじゃないかっていうふうにね、思いますよね。なんかプレゼントもらえるんじゃないかと誰とも思いませんけれども、まあ、しかも聖女ですからね、これは相当驚いたと思いますけれども、そこで天使が言ったのは、恐れることはない。ここの言葉ですね。恐れることはない。まあ、聖女で天使に出会ってるんですか、恐れてるのは当然ですけれども、まあ、これは最初にも言いましたように、この恐れることはないというのは、おそらく、ただこの、今この場で恐れないでいいということだけではないような気がします。なぜなら、その後、天使はこう言ってるんですね。あなたの願いは聞き入れられた。
あなたの妻エリサベトは男の子を産む。その子をヨハネと名付けなさい。その子はあなたにとって喜びとなり楽しみとなる。多くの人もその誕生を喜ぶ。彼は主の御前に偉大な人になり、葡萄酒や強い酒を飲まず、すでに母の胎にいる時から聖霊に満たされていて、イスラエルの多くの子らをその神である主のもとに立ち返らせる。彼はエリアの霊と力で主の地に先立っていき、父の心を子に向けさせ、逆らう者に正しい人の分別を持たせて、準備ができた民を主の前に用意する。結構長いメッセージを伝えているわけですけれども、あなたの夢を聞かれた。このザカリアの祈りは何であったかというと、子供が与えられることなんですね。この前にも書いてありましたように、ザカリアとエリサベト夫婦には子供がいなかった。で、当時イスラエルで子供がいないというのはですね、これは何か彼らが大きな罪を犯して、その、日本的に言えば罰が当たっているんじゃないか。神の祝福を受けることができないこの人たちは何か問題があるんじゃないかと思われていたんです。そして男尊女卑の時代ですから、子供が生まれたとですね、それだけで女性は簡単に離縁されていた。日本でもかつてそういう時代ありましたけれども、もうイスラエルではそうですね、もう子供が生まれないともうすぐ里に帰らされてしまう。ところがザカリアはこのエリサベトを返さなかったんですね。彼女のことをとても愛していたんだと思います。とってもいいご主人になったようですね。でもザカリアによくしてもらえばもうおらうほど、どうでしょうか、エリサベトの方もこれは結構しんどいですよね。いやもういっそのこと私を実家に返してほしいというような気持ちもあったんじゃないかと思うんです。だけどもザカリアは、エリサベトと心合わせでいつも祈っていたんでしょうね。でも1年経ち、5年経ち、10年経ち、何年か経って、もう2人ともすでにすっかり高齢になってしまっていた。それでも諦めずに祈っていたと思うんですね。あるいはこの聖女に入ってお勤めをできるというこの時はですね、本当に神様に一番近いところですから、そこでお祈りができるということを彼はとても喜んでいて、どうぞもうこんなに高齢になってしまいましたけれども子供が与えられるようにという祈りをしていたかもしれません。そういう祈りを神様はずっと聞いておられて、でも長い間その祈りに答えはありませんでした。でこの時にですね、ザカリアが神殿でこう炊くという、この彼にとって祭司にとって最高の務めが与えられた時に子供が与えられると言われたんですね。なんと嬉しい幸せでしょうか、ね、皆さん今年なんかいい知らせありましたでしょうかね。あんまりなかったですか、ね、これからあるかもしれませんけどね。長い間祈っていた祈りが聞かれた、ね、本当に神様が私たちの祈り聞いてくださった。今日はね、国重美香ちゃんの宣伝式ありましたけどね、ご両親の長い祈りがあったでしょう。また皆さんもね、このために祈ってこられたと思います。嬉しい瞬間ですね。また教会にとってはこんなに嬉しいことはありません。また中村照さんも宣伝受けられましたけれど、我が家が三沢さんに引っ越してきてからですね、50年近い、歳月が流れておりまして、昨日もお話したんですけどね、そして、本当に長い長いお付き合いの中で、信仰を持たれて洗礼を受けられた。不思議なことですね。本当に素晴らしい お知らせであるにもかかわらず、ザカリアは何と言ったでしょうか。18節ですね。そこでザカリアは天使に言った。ありがとうございますじゃない。何によって私はそれを知ることができるでしょうか。私は老人でして、妻も年を取っています。あんたお祈りしてたんじゃないのっていう感じですよね。何を信じてお祈りしてたの。いやいや、そんなこと言われたのに私は信じられませんって言っちゃったんですよね。もう私も年だし、女房も年だしね、お祈りしてたんですけど、もうあんなこと忘れていただいて結構ですみたいな感じですよね。ひどい話ですけれども、でもこの本来ならば天使のお告げを聞いて大いに感謝すべきところですが、彼はそれを信じることができなかったんですね。なぜかというと、彼がやはり見ていた現実というか、彼の判断であり、彼の常識が神の常識、神の現実を受け入れることを阻んだ。まさに彼は自分の現実だけを見て恐れてしまったんですね。せっかく神様がこんなに素晴らしいプレゼントを与えようとしていらっしゃるのに、いやいや私はダメですと言ってですね、彼は自分の見えているその現実だけで
神様の素晴らしいプレゼントを拒絶してしまったんです。それに対して天使はですね、私はガブリエル、神の前に立つものだと、よくも私のメッセージを拒絶しやがったなと、まあ、しやがったことは書いてありませんけどね、私は神のもとから使わされて、あなたにこんなに素晴らしい訪れを持ってきたのに、あなたが散々お祈りしたから私はこうやって素晴らしい訪れを持ってきたのに、何ですかその言い草はと、そういうふうには聖書に書いてないんですけど、私が代弁するとね、あなたは口が聞けなくなります、罰だ、ね、このことが起こるまであなたは喋っちゃいけません、死の子の言わせない、神様の技を見なさい、時が来れば必ず実現する私の言葉を信じなかったからだ、こう言って、まあ、ザカリアはこれから、まあ、与えられるヨセフ、バプテスの、まあ、ヨハネですね、与えられるヨハネが生まれるまで口が聞かなくなって、まあ、生まれた時にこの子の名前どうしますかって周りの人が聞いた時にヨハネと何かに書いて時に、まあ、口が聞けるようになったというですね、ハッピーエンドのお話なんですけれどもね、まあ、このお話今もちょっと言いましたけれども、やはりここにはですね、恐れというものが私たちを神様の見せてくださるビジョン、現実、神様の計画、そういうものから引き離してしまう、そういうものを私たちが見るその目を遮ってしまうものだということがこのストーリーからわかるんですね。私たちはやはり自分の見えている世界であったり、自分の知っている常識であったり、知識であったり、判断であったり、そういうものから積み上げていってですね、こうこうこうだからこうでしょうということを考えているわけです。しかし私たちの知っていることや私たちが理解できていることは本当にわずかなんです。でもしかしたらそれは嘘かもしれないね、こうだと思い込んでいるだけで実はそうでないというようなことが多いですよね。このザカリアはせっかく神様に祈っていたのに、もう自分も女房も年を取っているから子供はできないだろうという、まさに彼のこれは常識、彼の知識で判断をしてしまった。それは確かにこの現実の法則からすればもうなかなか難しい状況だったかもしれません。でもそれはあくまでもこのようなことですね。神様はこの世界をお作りになって、そして永遠にこの世界を支配される方です。最初から最後まで全て神の手の中にある。そしてその中に私たちは一つの小さな宇宙が与えられて、そこに生かされている。もちろんこの世界を支配している法則はありますよ。でもこれは神様を作りになったものです。で、信仰というのはこの私たちが捉えられている現実というものから解放してくれるものなんです。これが信仰なんです。でもそこに私たちは恐れがあってですね、神様はせっかく解放してくださりたいと思っているのに、むしろ行くのが怖くなっちゃうんです。そして私たちが持っている小さな常識とか情報とか判断とか法則とかっていうもので、神様に、あだこうだと言ってですね、せっかく神様が見せてくださろうとしている世界を見ない。神様が持っておられる世界ははるかに壮大であり遠大でありですね、まあ、私たちが知ることができるもう未来は本当にもうないわけです。私たちは今日しか見えません。過去と今日しか見れないんですね。神様は未来永劫を見てらっしゃるんです。そういう神様が私たちに与えようとしていらっしゃる神様の現実があるのに、私たちは過去と現在だけを見て小さな知識で、いやいや神様そんなことは信じられません、そんなことは私は受け入れられません、いくらお祈りをしていようと、いやいやそんなんならお祈りしないがいいと思うわけですけれども、と言って拒絶してしまう。恐れは私たちを神の世界から引き離すんですね。神の見せたいと思っていらっしゃる現実から目をそらさせようとするんです。神様はしかもここでですね、子供が欲しいと思って祈っていたこのザカリアに対して何と言われたか、
あなたに男の子が生まれるよ、あなたの奥さんから子供が生まれるよ、よかったね、じゃないんです。それだけじゃないんですね。なんとこの子は大変な仕事をすると。エリアの再来であると。当時のユダヤ人たちが待ち望んでいた。メシアの前に現れて、ユダヤ人々の心を整えると言われている、あのエリアの再来の予言があなたの息子だと。ザカリアはそんなことをおそらく考えてもなかったでしょう。そんなことを願ってもなかったでしょう。ただただもう子供が生まれるように、自分の奥さんもかわいそうだし、で、なんとか子供が生まれる、それだけしか。でも神様が持ってらっしゃる計画はつまり遠大で壮大なんですよ。最近携帯の広告でね、予想外っていうのが流行ってますけどね。ただ携帯の画面が横に動くだけで予想外なんて出てますけど、別にあんなものは予想外でもなんでもないんですが、神様の計画というのはまさに私たちの予想をはるかに超えたもの、思いを超えているんです。でも私たちはこの自分たちの持っている情報によってまさに間違った恐れを持ってしまうんですね。もう一つお話を読みたいと思いますが、マタイによる福音書の14章、イエス・キリストが湖の上を歩かれたという、これも大変不思議なお話ですけれども、その時にペトロが沈みかけたというお話ですが、14章のマタイによる福音書の14章の23節からお読みいたします。群衆を解散させてから祈るために一人山にお登りになった。夕方になってもただ一人そこにおられた。ところが船はすでに陸から何スタディオンも離れており、逆風のために波に悩まされていた。夜が明ける頃、イエスは湖の上を歩いて弟子たちのところに行かれた。弟子たちはイエスが湖上を歩いておられるのを見て幽霊だと言って怯え、恐怖のあまり叫び声を上げた。イエスはすぐに彼らに話しかけられた。安心しなさい、私だ、恐れることはない。するとペトロが答えた。主よ、あなたでしたら私に命令して水の上を歩いてそちらに行かせてください。イエスが来なさいと言われたので、ペトロは船から降りて水の上を歩き、イエスの方へ進んだ。しかし強い風に気がついて怖くなり沈みかけたので、主よ助けてくださいと叫んだ。イエスはすぐに手を伸ばして捕まえ、信仰の薄い者よ、なぜ疑ったのかと言われた。このお話ですけれども、これは本当にですね、私たちが現実を見て恐れてしまうということの問題を解いているお話なんですね。イエス様がもう彼らは漁師で船を漕ぐのはプロですけれども、漕ぎあぐねていた時に湖の上を歩いてこられた、それだけでも大変なことですが、信じられない出来事ですけれども、みんなびっくりしてですね、幽霊だと思って、それは湖の上から歩いてくれば誰でも幽霊だと思いますよね。でもうビクビク震えてですね、これはガリラヤの幽霊が出たというようなことで、もうダメだと思ったかもしれませんが、その時にイエスが安心しなさい、私は恐れることはないと言われた。でここでみんな、ああよかったなと思えばいいんですけれども、調子に乗ってる人が一人なんですね。ペトロという、大体この人は調子乗りで、みんなが考えているよりもちょっと先を考えているというか、ちょっと余計なことをするんですね。そしてなんとですね、イエスが、イエス様、あなたでしたら私に命令して水の上を歩いてそちらに行かせてください。イエス様、おお、そうかそうか、ああじゃあ来なさい、ね、なかなかいい心がけだ、来なさい。ペトロは恐る恐る船から足を一歩出して、お、沈まんな、ね、もう一歩出して、あ、これ大丈夫だな、お、これはまだ調子いいぞ、イエス様の様子を見ながらですね。ところがその時に、そもそもこれ風の強い夜ですからね、ブワーッと風が吹いてきたんですね。それまで何歩か水の上を歩いていたはずのペトロが風に吹かれて怖くなったんですね。うわ、沈むと思ったね。バカな話でしょこれね。沈むならもっと前から沈んでるはずなんですけれども、風に吹かれて沈みそうな感じがしちゃったんです。つまり彼はここで現実を感じちゃったんですね。それまではイエス様だけ見てたんです。イエス様、水の上に立っておられるイエス様だけを見ていて、自分もイエス様のところに行きたいと言ったそのだけの願い、まさに信仰の領域で彼はいたんですけれども、この一陣の風に吹かれて彼は現実に引き戻されてしまった。それでも怖くなってですね、沈まんでいいものをズブズブと沈んでしまったんですね。でイエス様助けてくださいといったところが、イエス様が手を差し伸ばして彼を捕まえて、信仰の薄いものよ、なぜ疑ったのかって言われたんですね。常にこの私たちが見ている現実というものが
私たちをこの神の領域から引き離しているかということをこの話も教えてくれていると思うんです。いろんな祈りをしますね、私たちもね。どうぞ神様こうなりますように、ああなりますように祈りをします。でもいざ神様がじゃあって言ってですね、神の世界を見せてくださった。その時にはいやいやいや、それは勘弁してください、それはいいですって言ってですね、その自分の現実の中に閉じこもってしまうということが大いにあるような気がしますね。ザカリアがこの天使の言葉を信じることができなかった時に彼に与えられた罰は何かというとですね、口が聞けなくなっちゃった。これどうしてだと思いますか。なぜ彼は口が聞けなくなったんでしょうか。不思議ですよね。おそらくこれはですね、彼が余計なことを言ったからなんです。せっかく神様があなたの祈りの通り、いやそれ以上のプレゼントをあなたにしてあげようと言われたのに、彼は何と言ったかというと、いやそんなことをどうして私は知ることができるでしょうか、年を取ってますし女房も年を取って、彼の口がですね、結局神様が神様の世界に彼を、彼自身を防いでしまったんです。邪魔してしまったんです。だから神様は約束の言葉が与えられるまでにその口にチャックをされた。黙ってろと。神が与えようとしている神の世界をあなたが体験するまであなたは黙ってなさい、余計なこと言うんじゃない、そういう罰だと思うんですね。考えてみてください。ザカリアはまさにこの瞬間世界で一番神様に近いところにいたんですよ。まあ今は私たちはどこにいても神様そばにいてくださいますけども、この時代はこの聖女というところは神様に一番近いところです。たった一回だけ祭司が入ることが許されている場所なんです。一人だけで入ることで許されている、その聖なる場所、みんなが周りでそのために祈っている、その神様に一番近いところで神の天使からせっかくメッセージをいただいたのに、彼の現実がその神のまさに幕一枚、向こうは神の世界ですよ、そこに入ることを拒絶させたんです。恐れというものは神様がこっちへ来いと言われる、イエス様があの湖の上でじゃあ来なさいと言われる、その神様の声を私たちの恐れは聞き届けなくしてしまうんですね。聞こえなくしてしまうんです。その姿を隠してしまうんです。イエス様はそんな私たちの姿ももちろんよくご存知であります。そして私たちが沈みそうになった時にはもちろん手を差し伸べてくださいますから、どうぞ安心してください、ね、とりあえずイエス様の姿を見て目をつぶる必要があるんですね。祈るというのは私は素晴らしいと思うのはですね、その私たちがいろいろこう感じている恐れを目を閉じることによって、心を神様に向けることによって一つ一つ取り除くことができる作業だと思うんですよ。本当に現実に私たちはこう押しつぶされそうになって、今自分が見ている体験しているこの世界をによって押しつぶされそうになって、神様もう私はダメです、どうにもなりませんと言った、その時に目を閉じて手を組んで神様に思いを向けた時にですね、今私が感じている恐れている現実は本当なんだろうか、本当にこれが私を見ているこの現実はこれが全てなんだろうか、私が考えていることは正しいんだろうか、そういうことをもう一度考えさせてくれる、それが祈りなんですね。恐れに苛まれた時に私たちはザカリアのように口を開けて神様に意見をする必要はありません。むしろ神が見せてくださる神の現実に向かって信仰を持って進み出さなければならないですね。一人一人に神様は今日恐れることはないと言ってらっしゃいます。あなたのために神様はあなたの祈りを聞き届け、いやあなたの思う以上のまさに予想外の世界をあなたに準備しておられるはずなんです。
私たちが知っていること、感じている、考えられることは本当に小さなことで限界があって、もしかしたら間違ってるかもしれないんです。そんなものにより頼む必要はありません。そんなものに寄りかかっている必要はないんですね。ご一緒に神様が見せてくださるこの神の世界、信仰の目を持って見せていただきたいと思います。お祈りいたしましょう。恵み深い天の父なる神様、今お一人お一人がいろいろな問題を抱えておられ、悩みを持っておられます。そしてあなたに祈っておられます。しかし私たちはどこかに恐れがあり、また自分の知っている小さな小さな世界の仕組みや常識によって、あなたが用意しておられる素晴らしいプレゼントを受け取れないでおります。主よ、どうぞ今恐れるなと語りかけてください。私を見なさい。あなたが思っている、願っている、はるかに素晴らしい、美しい、香り高い、栄光に満ちた神の世界があるはずです。神をどうぞその世界に私たちを誘ってください。また私たちのこの肉の口が、肉の心が恐れて、あなたを、あなたの言葉を拒絶するとき、どうぞこの口をあなたが閉ざしてくださるように、そして素直にあなたの恵みを受け取ることができるように助けてください。イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。